バスケットボールのワールドカップアジア一次予選。この試合に負ければ東京オリンピック出場が絶望的になる大一番です。崖っぷちに立たされた日本に二人の救世主が現れます。アメリカの大学でプレーする身長2メートル3センチの八村塁選手、20と2メートル10センチのニック・ファジーカス選手、33。ファジーカス選手はアメリカ NBA でもプレー、日本に5年在住、B リーグでも活躍。大好きな日本のためにと国籍を取得しました。この日はチーム最多の32得点。新戦力の二人の活躍で一次予選を突破しました。東京オリンピックは開催国枠が確約されていない日本、出場枠獲得へワールドカップベスト16が目安となります。自分たちの持ち味とか悪いところを克服して、良い試合ができたんじゃないか。東京五輪出場は、自分たちのできることをしっかりやれば、結果はついてくる、八村塁。選手、試合結果、日本 108-68 チャイニーズ台北、03日15時43分。